着きました、下中駅。ミシュマルトレアのシリーズの中でも一番マイナーな駅と言ってもいいんじゃないかな。失礼か。とはいえ、本当にマイナーですよね。うちもね、なんで来たことあるかって、ここの友達がね、昔こっちの方に住んでたんですよね。この島福屋なんて。今はもう社会人になってね、家出てるんであれですけど、実家がこっちでねっていうのが。あ、こんにちは。このところです。これ。あ、すいません。すいません。これでいいですか。はい。はい。します。そうやわな。あ、そっかそっか。行き違いがあるから、ここで待ち時間が長いんだ。で、ここからはね。どうしよう。それこそ、だから、そいつがこっちにおった時だから、まあ、ここに、もう、養老鉄道じゃなかったんだ。まだ。近鉄養老線だったもんね、これ。趣味ね、これ。いや、ちょっとね、一応、神岡屋とかあるんですよね。駅は下岡屋しかないんだから。神岡屋、見てくれよ。で、あ、ちょ、下岡屋くんやろ。ニューと、二号楼やから、海老川やから。なんこれ。この地図や、下の方に行きゃいい。違いできますからね。そこの先、いや、ちょっと、結構ちょっと、ね、あそこでハリマンまで歩こうかなと思ってます。でもね、確かに。で、こっからなんですけど、こっから、コアナまでね、もう一回乗ろうと思うと、まあ、こっからまた2、30、まあ、30分で来ますけどね、ここは。20分ぐらい待って、で、どこだっけ？こっちから来るのかな？来るのかな、これ。それ30分待って、あっちにね、行く列車がやってくるんで、まあ、待つっていう手もあるんですけど、こっからね、ハリマンまで歩くとね、30円ぐらいね、運賃安くなるんですよね。ハリマンからはね、もう一駅、ですからね。そうそう。なのでね、まあ、ハリマンまで歩いてみようじゃないかと。うん。ただね、俺、ただね、下福屋からハリマンまでって歩いたことないんですよ。うん。下福屋はそれで来たことがあるよっていうところなんで、多少駅前は来てももう本当に20年ぶりぐらい来ましたけど。で、ハリマンも、まあいろいろとね、あの辺りは車で走ることが多いんで、まあ、それなりに知ってますよと。こっちでいいのかな。その道行ったら良さそうだけどな。こっち。どうだ。まあ、こっちの方に行っちゃいい。いざとなったらもう、ここは生で歩く。うん。ここは生で歩いても1時間ちょっとなんですよ。うん。だからもし、播磨駅で、電車逃すよ、みたいなことになるんだったら、もう直接、ここは生で歩くっていうルートも、足で
合わないんだよな、うん、よいしょ。ちょっと運動不足の時もねありますんでね、普段はねバンバン体力使ってますよってね仕事やってますけど、最近はね、ちょっとねいろんな事情がありましてね、いなべっていうところで働いてるとね、このね、2月というのはですねいろんなことがありましてですね、うん、まあもっぱらね、普段ねやってないデスクワークとかをね、やってるわけでございますよ、まあ慣れないことをやってるもんでね、住宅街のことなんですよ。もうちょっと行ったらとあれですよ。この道沿い行った方がいいかな。よいしょ。まあ何してね。私もね、田舎道歩き慣れてますから。そうするとね、よいしょ、大体どの道行ったらいいのかなっていうのはね、大体そう、あのこう勘どころがね、ああ散歩はもっとしてくださいよ、言うて結構歩いてる方ですもんね。いや昔ながらしなくて、そう、ちなみになんで下深谷駅なのかなっていう考察をしてみました、他の駅はねあの書いてあるところって、基本的には、有志者のね多い少ないは、にかかわらず、まあいわゆる主要駅と呼ばれるようなところへ行ってございますよね、端っこの駅だったり、なんですけどね、その中でね、これ養老鉄道がね、どういうわけでこの、桑根駅、まあ桑根駅はいいですよね、で樽駅もまあ樽大社があって駅前が観光のあれになっておってね主要駅になってますよ。なんですけど多分下深谷駅って多分一番あの聞いた時にそんなにどこってなりやすいようなところらへんだと思うんですよね、なんでここなんだろうなと思ってたけど、多分単純に播磨駅は、無人駅なんですよね。で、あ下の城ってどっちだったっけな、ちょっと忘れたけど、っていうことなんで、それ有人駅が下深谷ぐらいしかないのか、三重県内だと。あとは、多度はあったとして、っていうような理由なのかなというふうに推測をしております。そういうことなんじゃないかな。